バレンティン・アレクサンドロビチ・セローフは、ロシアの画家であり、この時代における主要な肖像芸術家の一人、バレンティンは、バレンチンとも表記される。ロシアの作曲家、アレクサンドル・セローフとその妻で、ドイツ系ユダヤ人の作曲家バレンチナ・ベルクマンの息子として、サンクトペテルブルクで誕生した。少年時代に、パリやモスクワで、イリア・レーピンのもとに、 そしてまた、帝国美術アカデミー、1880年から1885年まで、で、パベル・チスチャコフのもとに学んだ。セローフの初期創造性は、レーピンの写実主義やチスチャコフの厳格な教育学的、方式らに橋を発している。セローフが受けたさらなる影響に、ロシアや西ヨーロッパの美術館で鑑賞した巨匠の歴史的名画、ミハイル・ブルーベリーアートに、 コンスタンチン・コロウビンナとの信仰を、そしてアリチ・アブラム・チェボが持つ、創造的な雰囲気の中などにおいて、その密接な関連性を示した。桃を持った少女は、ロシア印象派の幕開けニコライ2世公女、オリガ・オルロバ共に、トレチャコフ美術館に所蔵されている、桃を持った少女、陽光を浴びる少女は、セローフの初期最高傑作である。これら絵画は、自然やモデルにおいて、 無理のない自然さに焦点を絞った。光や色とりどりの展開、複雑に反射した蝶は、重ある彩色感覚にして、鮮やかで生き生きしている。これらは、初期ロシア印象派の特徴を示している。1890年以降、肖像は、セローフの基本的なジャンルとなった。セローフの初期様式の中心は鋭く、心理的要点をついた絵画であった。 セローフがお気に入りだったモデルらは、俳優、芸術家、作家等である。初期の1880年代は、大染性の色鮮やかな画風を控えめに、多くの場合、灰色、黒、または茶色の色合いを最も有力に好んだ。印象派的特徴は、肖像の複合的構造で時々にして現れた。同時代のジョンシンガー・サージェントとアンデシュソンの作品のように、印象派は、 強情的ではないが、近代的理論として、フランス・ハルスやディエゴ・ベラスケスの研究から多くを導き出した。セローフは、幅広い人気を受け、1894年に、巡回美術展協会に参加。そしてまた、大鼓パーベル・アレクサンドロビチ、SM ・ボトキン、カイ・カイ・ユスポバ、コ女・オリガ・オルロバ。これらは、サンクト・ペテルブルクにある、 ロシア美術館所蔵らといった数々の重要な注文を受けて肖像画を描いた。構成的なうまさ、威厳ある態度に表現力を富んだその出来栄え、装飾的に一貫した色の組み合わせと相まった戦場立動的図面を表した。同時に彼は対照的な方向に展開、主に子供や女性の心に染み入るような親しみやすい、 室内肖像画を頻繁に描いた。子供における誠実なる純粋さと内的動きを際立たせた自然なポーズや意思表示を表現している。水彩、パステル、リトグラフなど仕切りに様々なグラフィック技法を用いた。特に晩年期の間、肖像画内における継承は徐々により多く洗練された無駄がないグラフィックになった。年から年にかけて、 芸術的方向は風流へと展開、田舎を題材にした数多くの風景図を描いた。1887年に、セローフは、オリガ・トルーフニコバと結婚した。妻と子供は、作品の多くで対象となった。注目すべきことに、絵画、子供たちは、彼の息子ユーラと、サーシャであった。ニコライ・リムスキー・コルサコフ1898年作1900年代、初めの晩期。 セローフは巡回運動にわずかに不満であった。そして影響力あるロシアの芸術団体で美術雑種芸術世界のメンバーであった。20世紀の初め、セローフは様式的転換点にあった。印象派主義的な特徴は彼の作品から姿を消し、モダニズム的様式を展開したが、彼の主題における天性の誠実さと現実的包容力は不変であった。 20世紀初めのセローフは英雄的な肖像画を描いていた。ファッショナブルな肖像画の中に、作家、俳優、音楽家等の芸術家の表情豊かな描写に焦点を当てた。は、モスクワの AM ゴーリキー博物館に所蔵、マリア・イエロモロバ、ヒョードル・シャリアピンは共に、トレチャコフ美術館に所蔵されている、セローフの民主的な信念は1905年から1907年までの、 革命の際に明確に示され、風刺的な絵の数々を描いた。1903年以来、帝国美術アカデミー制会員の彼は1月9日の地の日曜日に対する講義の意思表示として1905年に辞任した。彼は、晩期、歴史的絵画において創造性を表現し、そしてまた画期的な出来事を歴史的持続性でもって網羅し、その深みを示した。 生涯最後の年、古典的神話の主題による作品が目立つ。古代の伝統からの像に対応しつつ、個人的解釈で古典的な題材を備え持った。バレンティンは1911年12月5日に、モスクワで亡くなり、ノボデビチ墓地に埋葬された。セローフの傑作品らは、ロシア写実主義における最高峰の一つ。 1897年から1909年まで、モスクワ美術学校で教え、彼の教え後には、パーベルクズネゾフ、ニコライサプノフ、マルティロスサリアン、クジマペトルフボート、NP ウリアーノフ、コンスタンチン・イオン等。1978年に、ソ連の天文学者、リュドミーラ・ジュラブ・リョーアによって発見された、小惑星3547セローフは、 彼の名にちなむものである。ありがとうございます。